こんなところに公園があったなんてな。俺の名前は飯田和虎。一般企業に勤めるサラリーマンだ。激務をこなし、日々の癒しは夜の散歩。今日はいつもと違うコースを歩き、偶然見つけた公園へと足を運んでいた。ちょっとおじさん、そこ私の特等席なんだけど。はい。邪魔、泣いてくんない？俺おじさんって名前じゃないんだけど。はあ？じゃあ名前は？飯田和虎、君は？西園まなみ。まなみちゃん学生だよね。こんな時間に何やってんの？子供が夜遅くに出歩いてるのもあまり良くないよ。いきなり説教？うざいんですけど。まあ別にいいよ。どうせもうすぐお迎え来るし。あ、そっか。親の迎えが来るなら。親？何言ってんの？ウケる。あ？毎日毎日仕事ばっかりで、家にもほとんどいない人たちだよ。私になんて興味ないんだから来るわけないじゃん。じゃあ誰が来るんだよ。族の人たち。この辺を仕切ってる族に入るつもりなの。今日はその初日。ここで待ってろって言われたんだよね。そんな危ないことしたらダメだろ。なあ、いいんだって別に。誰も私のことなんか気にしないし、学校に友達もいなくてつまらないんだもん。だからって族に入るのはやめとけ。絶対に後悔するし、そのチームはろくなところじゃない。なあ、もううるさいな。なんで私の入るチームが悪いところって決めつけるわけ？ここらで勢いのあるチームってろくでなしだろ。あのチームは昔から柄悪くて迷惑行為ばっかしてんだよ。それに裏では矢のつく自由業の人たちとつながってるらしいし。なんでそんなに族事情に詳しいんだよあんた。いや、それはほら噂だよ噂。はあ、まあ別になんだっていいけど。とにかくマジでそのチームに入るのはやめとけって。危ないから。はあ、おせっかいすぎ。見ず知らずの私がどうなろうとあんたには関係ないじゃん。別に私なんてどうなったって。ああ、いい加減にしろ。一時の感情で行動して後悔することだってあるんだぞ。もっと自分を大事にしろよ。まだ若いんだから他にもいろいろやり方はあるだろう。あ、やべ、ムキになって言い過ぎたかも。とにかく一緒に帰ろう。送るから。いや、でも。やべ、もう来たのか。見つかる前に逃げれば何も言われないだろ。ほら、帰るぞ。な、ちょっと。10分後。ちょっと待ってて、車取ってくるから。いや、大丈夫だから。さすがにこのまま一人で家に帰せないって。そうじゃなくて、ここなの、私の家。そうなの？同じマンション？うん、ここの4階。俺、5階だわ。じゃあ、まずは寝ろ。それからゆっくり考え直せ。あと、ちゃんと親と話し合えよ。仕事が忙しくても娘のことは大事に決まってる。一人で話しにくいなら、俺も協力するし。なんでそこまでしてくれるの？それは…まなみ！お前こんなところで何をしてるんだ？もしかしてまた出歩いてたの？父さん、母さん…別にいいでしょ、関係ないじゃん。まなみ…すみません、もしかしてうちの子が何かご迷惑を？迷惑なんてかけてないですよ。そうですか、よかった。よかった？いいわけないじゃないですか。え？ご両親は彼女が夜に出歩いてるとご存知だったんですね。高校生なら夜中に出歩いても大丈夫だと思いましたか？そんなわけあるか。女の子が夜に出歩くなんて、いくつになっても危ないに決まってるだろう。わかってたならなぜ止めなかったんですか？それは仕事が忙しくて、どうしても時間が。お仕事でご多忙なのはわかりますけれど、もう少し彼女に時間を割いてあげた方がいいんじゃないでしょうか。もうちょっとちゃんと見てあげてください。彼女は危うく道を踏み外しかけていました。本当に危険な道に足を取られてしまうと、あとは沈むだけ。浮き上がってくるのは困難なんですよ。道を踏み外しかけたってどういうことなの？俗に入ろうとしていたんです。まなみ、本当なの？何よ、別にいいでしょ。あんたらには関係ないじゃん。
関係あるわよ。そんなところに入るなんてやめて、お願いだから。なんで泣くのよ。だってあなたがそんな危ないことをしようとしてたなんて。私のことどうでもいいんじゃ。自分の娘のことどうでもいいなんて思う親がどこにいますか。母さん、なあ、とりあえず今日は家でゆっくりしたらどうですか。親御さんも大変だと思うので、何かあったら頼ってください。俺も同じマンションに住んでるので。ありがとうございます。それじゃあまなみ、行こうか。うん。ちゃんと話し合いできればいいんだけど。それから数日後、俺はまなみちゃんの家へと呼び出されていた。この度はありがとうございました。飯田さんのおかげでお互いの気持ちを伝え合うことができました。俺は何もしていませんよ。無事に話し合いができてよかったです。西園さんたちの話をまとめるとこういうことだった。西園さん夫婦は二人とも医者で、夜勤の勤務が多い病院で働いている。執刀回数も多いために家に帰ってくると泥のように眠ってしまうのだとか。休みができても勉強や学会、海外のボランティアに使うことが多いため、まなみちゃんにまで気が回らなかったそうだ。まなみちゃんに向き合うべきだとは思っていたが、仕事柄家族ばかりを優先できなかった。構ってあげられない負い目もあり、まなみちゃんの好きにさせていたらしい。しかし先日のことをきっかけに話し合い、まなみちゃんに寂しい思いをさせてしまっていたと分かったそうだ。自分たちは命を守る人間で手を抜くことはできません。けれど一番大事なものを大切にできなくて何が医者なのでしょうか。勤務のあり方も上と相談して、ちゃんと娘との時間を作るようにします。よかったな、まなみちゃん。カズトラさんのおかげだよ。ありがとう。そういえば族の話はどうしたんだ。断ったよ。ちゃんと言っておかないと後が怖そうだし。えらいじゃん。でもこれで私マジで友達いなくなっちゃった。だからさ、カズトラさん私の友達になって。え、俺。うん、私カズトラさんとなら仲良くなれる気がするの。私たちからもお願いです。どうか友達になってあげてくれませんか。皆さんがそれでいいなら。こうして俺に年下の女の子という友人ができたのだった。その翌日。やっほー、カズトラさん。まなみちゃん来てたの。もしかして家の前で待ってた。うん、いつ帰ってくるかわからなかったし。スペアキーとかあれば外で待たなくていいんだけどな。ないのスペア。そりゃ一応あるけ。ありがとう。じゃあこら、ありがとうじゃない。外で待つよりお家の中で待ってる方が安全だと思うな。だからこの鍵私にちょうだい。ちょうだいって、それはさすがにダメ。その顔は卑怯だぞ。どうして。分かったよ。確かに外で待たれるよりいいか。やった、ありがとうカズトラさん。それで何しに来たの。遊びに来たに決まってるじゃん。マジか。友達になってくれたんでしょ。そうだけど。でもまあ私的にはもっと別の関係でもいいんだけど。はい。おい、あたしさ、カズトラさんに恋しちゃった。は？だからこれからは覚悟しておいてね。あたしガンガン行くタイプだから。はあ？こうしてこの日からまなみちゃんからの猛アタックが始まった。平日にはだいたい家にいて、仕事で疲れた俺を出迎えてくれる。休みの日も頻繁にやってきては、好きだ好きだと猛アピール。大人の余裕でかわそうにも、ここまではっきり好意を伝えられるとさすがに答える。しっかりしろ俺、どんなに可愛くても絶対にほだされるんじゃないぞ。こうして必死に大人の尊厳を守る日々が続いていた。そんなある日の夜。おかえり、ダーリン。ダーリンになった覚えはないけど。そんな釣れないこと言わないでよ。ていうか、なんかいい匂いがするね。夕飯作ってみたんだ。美味しくできたから一緒に食べよう。意外とうまい。意外は余計です。ねえねえカズトラさん、あーしてあげよっか。食べにくいから遠慮しとく。そこは食べさせられてよ。ていうかさ、
まなみちゃんは俺のどこがいいの？君からしたらおっさんだろ。だってカズトラさんが初めてだったんだもん。あんなに真剣に私と向き合ってくれたの、すごくすごく嬉しかったんだ。それで惚れちゃったわけ？恋に落ちるきっかけなんてそんなもんでしょ。ビビって運命感じちゃったんだもん。ふーん。なあ、ちょっと真剣に聞いてよ。味噌汁うめ。カズトラさんの意地悪。そのうち飽きるだろうと思っていたアプローチは、気づけば1ヶ月が経っていた。意識しないようにしていてもさすがに意識してきてしまう。ただいま、おかえりのやりとりや、まなみちゃんの純粋な愛情と優しさ、そのすべてが俺の心に染み渡っていた。学生だぞ、しっかりしろよ。大人の俺が踏みとどまらないとダメだろ。でもやばい、このままだとマジで好きになる。そんな葛藤を繰り返していたある日の夕方。ああ、卵を切れちゃってる。カズトラさん、私ちょっと買ってくるね。俺も一緒に。大丈夫、すぐに帰ってくるから。って言ってたのに帰ってくるの遅くないか？さすがにちょっと心配だな。確かスーパーに行くにはあの公園を通るのが近道だったはず。まさか。お前逃げ切れると思ってんのか？自分で言ったんだから責任取れ。勢力拡大の大事な時期なんだよ。でも私はもう入りたくないの。じゃあ無理やり分からせるしかねえな。やだ。女の子に寄ってたかってひどいことをするのはダサくね。しかもさ、自分ら二十歳超えてるでしょ。ダメだよ、未成年相手に手出したらさ。カズトラさん、なんだお前。誰でもいいじゃん。とりあえずさ、その子から離れて。うるせえ。先に手出したのはそっちだからな。こんなもんか。すごい、強すぎる。なんだこいつ。昔ちょっとやんちゃしてたただのサラリーマンだよ。やんちゃって、その傷、まさかあんた、ここの虎か。マジかよ、あの伝説のヤンキーの。群れずに一人で戦い続けた最強ヤンキー。さてと、お前ら。そのお前らが迷惑行為をしまくってるのも、悪いところとつながってるのも、全部調べがついてるんだけど、俺、悪いやつに容赦しなくていいと思ってるんだよね。これ以上この子に関わるなら本気出すけど、どうする？すみませんでした。もう二度と関わりません。カズトラさん、元ヤンだったんだね。だから族のこととか詳しかったんだ。そういうこと。それであの族が良くないのは知ってたし、何より道を踏み外すと本当に取り返しがつかなくなるからさ。だからどうしてもそれだけは止めたかった。じゃあ、私と仲良くしてくれてたのって同情なの？やっぱり私のこと女性としては意識してくれない？そんなことはないよ。本当はこんな気持ちを抱くのは間違ってると思う。でも俺は本気でまなみちゃんのことを好きになった。だから結婚を前提に俺と付き合ってほしい。それが俺の覚悟だから。もちろんだよ、カズトラさん。こうして俺とまなみちゃんは恋人同士になった。ちなみにまなみちゃんにひどいことをしようとしたあの族は壊滅した。まなみちゃんを助けた時からどうにかしたいと考えていた俺は、警察官をやっている友人のランに相談。彼らが悪さをしていた証拠を集めて全員検挙してもらったのだ。これで迷惑な族が町に現れることはないだろう。あと俺とまなみちゃんの関係はその日のうちにご両親に報告した。ご両親は俺たち二人のことを認めてくれた。もちろん彼女が二十歳になるまでは健全なお付き合いをするつもりなのだが。カズトラさん、チューしよう、チュー。こーら、二十歳までは何もしないって言っただろ。でも。でもじゃない。じゃあおほっぺは？それもなし。もうカズトラさんのテレヤさん、うるせえ。まなみちゃんのおせおせ愛情アピールに振り回される日々だ。そんな賑やかな日々が過ぎ去った数年後。この時をずっと待ってたの。俺も。カズトラさん、
大大大大好きだよ。あの時私を助けてくれてありがとう。これから末永く愛してね。もちろん、ずっとずっと愛してる。幸せ。